省したら実家に見慣れない大きな車が止まっていた。弟の車だった。三菱の車にも SUV にも興味がなかったので全く知らなかったけど、エクリプスクロスという車で、ランエボの技術を引き継いだすごい走りらしい。デザインもかっこいい。でも街中で実車を見ることはほとんどない。SUV ならいろんなメーカーが出しているのになぜ弟はわざわざ三菱を選んだかというと、本人に聞いたわけじゃないけどおそらく三菱電機で働いているからとしか考えられない。義理の兄の勤め先も三菱総研なので親戚の三菱関係者の比率高いかもしれない。ちなみに、義理の兄はトヨタ車に乗っているので、三菱関係者が三菱の車に乗るとは限らない。残念なのは、三菱自動車の社長は免許すら持ってなくて車に興味がないだけでなく、レース嫌いだからランエボが廃止になったという噂もある。技術者はいい車を作っているのに、いろいろ不正の問題とかもあってもったいない。一方で、トヨタの今の社長は車が大好きみたい。トヨタの車を買ったことはないけど、トヨタという会社のイメージは良い。次にどの車の 3D モデルを作ろうかと考えた時に、弟がそんな希少車に乗っているんだったら、3D プリンターで作ってプレゼントしたらいいんじゃないかと思った。ちょうどいい機械なので、24分の1のサイズもプリントできるちょっと大きな 3D プリンターアニークビッグフォトン M3 を買った。24分の1スケールの車を2分割してプリントしたことはあったけど、つなぎ目の処理がとても面倒だった。一発でプリントできるととても助かる。でも調子に乗ってプリントしてたらレジンがなくなってしまった。残念ながらいつも使っているレジンは在庫切れでしばらく手に入らないみたい。オフロード仕様と24分の1スケールのモデルはタイヤが一応回転します。ちょっと硬いけど。資料が乏しいので正確ではないですが、エンジンっぽいものも作りました。